お、もう早く配っちゃいたいから配るね。次はタイ。タイに行くの。うわ、でかでか。あー、これ海苔、あー、欲しかった。いらないけど、これはこれはいらないんだけど。いらない、いらない。お土産これは特別だよ。あ、じゃあちょっと高く売れるんじゃない。ちょっと嬉しい。ここから、あ、終わるじゃん、次うちだから。あ、うまっ。しょっぱい。 あ、全然知らないエビが。これのだけマジで選ばれた。これ全部食えんのか。何？パクチーは俺ダメだな。パクチーだから。パクチー？パクチー。パクチーちょうだい。それだけ。俺だけ。次これ。あ、うまっ。エマジュッフ。エビセン。エビセン？それなんかうまいの。やることないでしょ、別に。めっちゃ楽しいじゃん、ゲーセンなんて。めっちゃ人いるじゃん。もうこれだけで書いてある。本当だ。うわ、懐かしい、これ。シュンタがやる。もらったよ、韓国海苔。これはマジで問題はこれだ。誰か欲しい方、笹塚に谷中稲荷神社に来てくれたら差し上げます。お休みですね。お休みです、今日は。懐かしいやつあるんだよね。結構リーフグリーン、ナッツ。あれ？ああ、来た。でもこの線が終わってるけど。どういう。お、光マンでやってるじゃん。なんか、どこにいんのこれ。不思議バナ、ミュウツーゲットしてる。さあ、うわ、ガチガチだ。ガチガチ。初めからやるかな。それはいいとして、一旦今日は、まずは本当にこうじっくりで。夏やな、まだ。ああ、いや、気持ちいい。いや、なんか感じるよね、日光浴した後のこの気持ちをさ考えるとさ、もう人間ってやっぱ太陽だよね、結局。うん、感じる感じる。一発目編集終わらして、パン買って
ドンキでポップコーンと玉ねぎとニンニク買って作って飲んで寝る。OK。She's one bigger。バジルチキン。はい。バーズでけない。いや、この流れでちょっと行っちゃおうか。ああ、なんか前ここで買ったチーズケーキ、切れてるチーズケーキ。まあいいか。とりあえずこれだね。とあとタバコの239。売ってたわ。ただちょっと多分ドンキよりは高い、100円ぐらい。ドンキ多分80円とか。まあドンキに行く労力、俺の時給考えたらね、ドンキに行く時間より今ここで買っちゃった方がね、もう全然プラスなんで OK でしょ。15円は入手して、さらにタバコ2種類いただきました。いただいてねえわ。買いました。で、豚バラ 30% オフで、これね、よいしょ、はい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 、とこれがね、やばいね、やばいの。一生中までたどり着かなくていいっていうぐらい生地がうまい。脳汁がやばい。マジで脳汁やばいわ。あのさ、めっちゃ暇だったから、幡ヶ谷のミスタージャグラー、この前、3台から2台に少なくなっちゃったんだけど、そっからのデータを全部取って、見ました。はい。こちら、8月19からこうね、取っていってたんだけど、これ回転数、サマイ、ビッグレギュラー回数、合算。1週間の合計とかね、これ全部調べて、全部の合計28日間、182,904 ゲーム、ビッグ675、レギュラー521、合算152分の1なんですよね。152だと設定2なのよね。だからずっと設定2のこれので置いてるだけかなと思ったんだけど、でもそんなことないじゃん。だからこれ見るとさ、この前さ、5のつく日下北でダメだったから畑に避難して、ちょっと最後ミスタージャグラー打ってプラスになったじゃん。でまあさすがにミスタージャグラー特定日でも全然入らねえからっつって、まあこのデータ見ても入ってないんだよ。たまに4、5っぽい感じになることはあるけど、でもそんなのずっと2で置いといてもそうなるから、ずっと2なのかなーっていう感じだったんだけど、一番出てたんだよ。俺が辞めた後、グーンって言って、十何年して、2700枚、この、一回も出てないんだよね。一番出てたので、1300枚とか。そう、1500枚が2番目だな。で、あとはもうほぼマイナスみたいな。それはすごくねって気づいた。のと、あと、多分ね、1使ってると思うんだよね、これは。ちょっと取りすぎた時は、3とか、1回入れるとか。でもそれで、合算152ぐらいになってるっていうだけで、設定2をずーっと背負いてるってわけではないと思う。基本設定1でっていう感じだと思うから、ミスタージャグラーってフル攻略すると設定1でも 95.5% なんですよ。機械割りが。だからもう、ずーっと打ちたらほぼほぼ負けない打ち方ができるの。だから、全体の合算で設定2以上だったら、機械は100超えるから、まあ言ってもいいから150、合算150切ってれば、もうなんか1週間ミスタージャグラー生活をしようかなと思ったんだけど、微妙だよな、これ。ちょっ
超微妙。逆にハッピージャグラーとかさ、もうちょっと設定入ってそうなのか、どうなんだろう。ハッピーもフル攻略、ハッピーの方が俺フル攻略できるから、ハッピーでもハッピーの設定2はね、100超えないんだよ、確か。パンキーの設定2の方がフル攻略したら高いんだよ、意外と。ハッピーは3ないとダメだから。まあ、でも足してる日がね、12日の次の日だ。2のつく日特定日だから、その常連さんに還元するみたいな。で、15日は俺が5のつく日だからまあ、出したっていうのはわかるけど。他ちゃんとレギュラーもついてる。で、プラスの日が特にねえんだよな。どこが設定入りやすいとかもあんまりないな。2のつく日の前日にもし出してない。で、2のつく日も出してない。だったら23に出すことがあるのかな。逆に23、21出すことあるんだよ。21出したら22は出さない。23も出さない。でもそんな感じだと思うな。師匠、あれ作るわ。まずい。まずいます。まあ、小さじ1か。海苔。なんかこんな感じでいくか。適当で。何出する？ね。じゃがいもを。で、こっから怖い部分を取り除いていきます。 OK、 不安を取り除きました。で、これをやべ、半分いっとく。はい、たまらね。もうこのまま、もうこれ油まみれなんで油はいりません。胡椒ですね。で、塩。はい、まずしこみで、こんぐらいになったら玉のネギ仕込みます。玉のネギ、ここでこれもう人参たちも仕込んでいこう。あ、全部大さじ1と2分の1かな。酒だけ大さじ3、醤油大さじ1、久しぶりのみりん大さじ1と、味の素は入れなくていいかな。まあでも、砂糖だ、小さじ1、小さじ1、あとはもういい感じに。うわ、うまそう、これ。やばい、コロ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 。肉じゃが。よしーす。ホイッスルピック。ぶちかましていこう。いただいたジャグラージョッキ、お疲れ様です。あー、うまい。
やばそうじゃないこれ。いただきます。うわぁ、分厚いじゃがいも。ホクホクだ。うまっ。うまい。ほらほら、久しぶり。いただきます。やっぱなんか足りないな。本当はいつも味の素入れるんだけど、ちょこれこの塩マジミネラル入りだからね。本物の塩だから。いただきます。うまっ。あ、うん、うまっ。いただいた韓国のりね、昨日。うわ、本物じゃん。うまっ。これを、これがやばいんだよ。これ、そう、一旦もうやっちゃいます。この卵もマジでうまいやつだからね。これをこう、これ、yes。からしって書かれてたけど、七味でしょ。まあ、リュウジの言ってることは絶対だから、基本的には。からしも絶対合うんだろうけど。てかよく、料理系動画出したらいいんじゃないですかって言われるけど、全部リュウジの俺レシピだからね。うまいね。七味。からし行ってみる。あ、うまっ。あ、絶対だわ。あ、和だからね。和だからか。シーズマンね。とバジルチキン。やっぱバジルチキン買っちゃうよね。なんか最近バジルチキンなんだよな。あのね、もうダントツでハーブソーセージがね好きだったんだけど、ちょバジルチキンもう台頭してきてるわ最近。また海外カウンターになってんだよ。至福のひとときです。おー、綺麗だ。いただきます。脳に直接来るわ。脳に直接。んで、これよ。
すいません。風呂入りました。キャベツの残りと、普通に、そう、ここやっぱ怖いんで。1半ぐらいちょっとだけ塩、ちょっとだけ塩もう、はい、いってみる。もうこれでやるの相当危険なんだけど、だ結構多分まだ結構ね、こうなるの。でもこうなったところでこうしたらいいか。でもこれ全部こうやってくっつけていけばいいか。じゃじゃ多分できている。うん、カチカチですね。はい、完成です。よし、行こう。もうないな。あーうまそう、あーうまそう、うまうまそう。これいっちゃおう。まだ高いウイスキーばっかり飲んでるな。大丈夫か？これ一旦ちょっと保留。中にセーブ、セーブ。さあ、ということで、長ネギお好み焼きソース、お好み焼きいただきます。うまっ。これや、明日は9月20日ゼロの月日、下北強くなります。ただ全体的なやつなんで、チャグラもまあある程度入るけど、やっぱ5のつく日よりは控えめなんだよね。ってことで明日勝てば夢の6連勝っていうか、まあちゃんと見たら今年の一番連勝してんのがこれだ。4月12日から5月5日まで9連勝してんの。これが一番最高だ。なので、明日で5連勝だっけ？もう5連勝してなかったっけ？4、5、5連勝してるわ。ってことは、あと5連勝か。折り返し。もう一回これを繰り返せば、多分人生初連勝記録、塗り替えられると。うん。うん、うまっ。